カブすきじゃけチャンネル。はい、どうもカブすきじゃけチャンネルです。今回はクライマックスシリーズファーストステージ初戦について振り返りたいと思います。というわけでタイトルはこちら、カブ見事初戦勝利しました。そのゲーム振り返っていきますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは何を参りましょう。クライマックスシリーズファーストステージ初戦はカープが3対2で見事サヨナラ勝ちしました。いやー、素晴らしいゲームになったかと思います。クライマックスシリーズのファーストステージは、特にですね、初戦が大事ということで、これまでね、過去のデータ見ても初戦を取ったチームが 84%ぐらいファイナルに進んでるということで、本当にね、大きな大きな1勝ということになりました。よく勝てたと思います。 DeNA の先発がね、東投手でシーズン中は一度も勝てなかった相手ということで、東投手相手にはね、この試合も苦しんだんですけど、そんな中でね、足を生かしたりして、で投手陣も粘って、で最後はサヨナラ勝ちできたというところはね、本当に大きかったかなと思いますので、このままね、勢いに乗ってもらいまして、ファイナルステージまで進んでもらいたいと思います。でこの試合のね、スタメンこのようになっていました。野間選手が怪我から復帰して、久しぶりの1軍のゲーム出場ということになります。で5番に小園選手が入って、6番末金選手、8番デビッドソン選手ということで、シーズン中にはね、ないようなスタメンということになりました。相性をね、買われて末金選手はデビッドソン選手のスタメンというところで、練習試合などでもね、得点圏でよく打ってたということで、5番に小園選手というスタメンになったんじゃないかと思います。で得点一覧ですが、6回の裏、西川選手のレフトへの犠牲フライで1点を返しました。そして8回の裏ですね、菊池選手のスクイズで同点に追いつきます。そして11回の裏、最後は秋山選手のセンターオーバーのタイムリーでサヨナラ勝ちというゲームでした。それでは野手陣の気になるポイント、まずポジティブ要素ですが、クライマックスシリーズということもあってね、盛りだくさんでいきたいと思います。まず秋山選手、高い集中力で勝負を決めるサヨナラタイムリーヒットということで、この試合ゲームを決めたのは秋山選手でした。11回裏ツーアウト1、3塁という場面で、2球目のチェンジアップを打つと、前進守備のセンターの頭を越えるタイムリーヒットということで、いいバッティングというかね、もう本当にさすが秋山選手だなというバッティングでしたね。この試合はね、ベンチスタートということで、途中出場になったんですけど、ベンチにいる間もね、ずっと試合見て、集中力切らさずにいて、でこういう風に出番が回ってきたらね、打席で決めれるというところはね、もうさすが経験もある秋山選手だなと思いました。でこの場面もですね、2アウトランナー1、3塁で次のね、矢野選手がバッターでしたので、もしかしたら歩かせるのかなとは思ったんですけど、DeNA バッテリーもね、勝負してきたという中で、初球ね、まっすぐ見逃して、ちょっと焦る気持ちもね、あると思うんですね、初球ストライク取られると。ただね、秋山選手しっかりと2球目浮いてきたチェンジアップをセンターに弾き返せるというね、技術力の高さもそうですし、その甘い1球を仕留めるという集中力の高さというところが、もう立派なところですので、チームの中心としてね、クライマックスシリーズもね、引っ張ってもらいたいなと思いました。おそらくね、また2戦目3戦目はスタメンというところ、2戦目で終われば2戦目だけなんですけど、スタメンに戻ってくるかなと思いますし、このバッティング見るとね、打球も結構飛んでいましたので、状態もまた上がってるのかと思いますのでね、このままいい状態キープしてクライマックスシリーズも頑張ってもらいたいと思っています。そして葉月選手、度肝を抜かれた3投ということで、8回ワンアウト2塁から初球スチールということでね、これは本当にもう全カープファンが発狂というかね、もう歓喜したんじゃないでしょうか。8回の裏ですね、先頭デビッドソン選手フォアボールの後、ダイソー葉月選手が送られます。その後ね、矢野選手バントでワンアウト2塁となった場面でですよ、初球菊池選手バッターの場面で初球に3投を仕掛けて、もうキャッチャー山本選手投げれないというくらいで、本当に相手バッテリーはノーマークでスタートね、これ勇気いると思うんですね。もうあと8回ワンアウトなので、あと5個しかアウトないので、もうアウトになったらもう最悪の場面でもラストチャンスかもしれないというところで、もう走るのかなりね、勇気いったと思うんですけども、初球から走って、でしかも完璧なスタート切って盗塁成功させたというところはね、本当にもう立派という一言にね、つきますね。もうこの盗塁がなければね、同点というふうにもなっていませんでしたので、あそこでしっかりとね、
走れた葉月選手、まあもちろんサインだと思うので、サインを出したベンチもまあ拍手なんですけど、まあそこでやっぱりしっかりと走って決めれるという葉月選手がね、立派だなと思います。まあ今シーズンは主にね、ダイソーとして上でも起用されまして、1軍で14個盗塁を決めているというとこ、まあそこら辺もね、自信につながってるんだろうかなと思いますし、まあこういったゲームでそういう盗塁を決めれたというところも、また今後の成長にもね、つながっていくんじゃないかなと思うので、この短期決戦ね、まだまだ足を使っていくという場面がね、出てくるのかと思いますので、またね、スチールというところをしっかり決めてもらいたいと思います。そして菊池選手、気迫の内野安打と完璧なスクイズということで、まあ、今日2得点絡んでます。6回ランナーなしの場面、ワンアウトからセカンドにボテボテのゴロがいったんですけども、これ全力疾走して一塁ヘッドスライディングで内野安打掴み取りました。でその後ね、西川選手の犠牲フライで帰ってきて、まあ、ホームインもねヘッドスライディングということで、まあ、気持ちがね伝わってくるヒット、内野安打と走塁になったかなと思います。で完璧なスクイズは8回ですね、まあ、先ほどの葉月選手がスチール決めてワンアウトランナー三塁という場面になりました。でその場面作った後、菊池選手がですね、3球目をスクイズ決めたということで、もうスクイズもね出すのも、まあ、ベンチもここもねよく出したと思いますけど、まあ、そのバントをしっかりと転がして決めたというね、菊池選手もあっぱれだなと思います。やっぱこういう小技はね、菊池選手にお任せというところがあるかなと思うのでね、この CS 短期決戦もまあエンドランとかスクイズとかね、まだまだ使う場面あると思いますのでね、菊池選手にはしっかりと決めてもらいたいなと思います。そして野間選手が4安打の大暴れということで、まあ、久しぶりに1軍でのゲーム出場になった野間選手ね、非常に良かったですね。別に東投手とね相性が良くなかったんですね。10打数1安打で相性良くないのにスタメンかって思ってたんですけど、まあ、この試合1打席目東投手からいきなりね外のまっすぐをレフト前に放ってヒットになりました。で2打席目もね、まあ、ショートゴロにはなったんですけど、結構ショートの右抜けるかなっていうぐらいのね、当たりで、まあ、林選手のファインプレーに挟まれたっていうのはあるんですけど、よく、打っていたかなと思います。で3打席目もランナー1塁から引っ張って1、3塁の形を作るというね、もうほんと注文通りのバッティングでした。で、まあ、8回はね内野安打ではあったんですけど、10回にも、2アウトランナー2塁サヨナラの場面でセンター前ヒット、まあ、これはちょっと外野が前に来たのでホーム帰れなかったんですけど、まあ、チャンスの場面でしっかりとタイムヒットを打つということで4安打ですので、もうやっぱバッティングね状態いいんだなということで、まあ、スタメン起用されたというのがね分かりましたね。まあ、逆方向のヒットももちろんですけど、まあ、センター返し引っ張るということもできていますので、もうシーズン中通りのねいいバッティングですし、やっぱ2番にこのね野間選手がいるということで、まあ、チャンスも増えてきたのかなと思いますので、まあ、野間選手の復帰といったところは大きいかなと思いますし、まあ、2戦目以降もですね、こういうバッティングを期待したいと思います。で西川選手は貴重な犠牲フライということで、まあ、6回ですね、6回ワンアウトランナー1、3塁という場面で3球目の、ボールを打ってレフトへの犠牲フライというところで、まあ、これも最低限ではあったんですけど、まあ、場面がねその前の回に2点先制されて、東投手に5回まで無得点に抑えられているという中だったので、まあ、ここは1点でも欲しいというところで、その中しっかりと外野へ運べたというのはね、さすがの西川選手だったなと思います。で、まあ、チャンスメイクのヒットも放ったということで、まあ、9回ね先頭バッターとして3ボール2ストライクからインコースの球をライト前に弾き返したというところで、まあ、ここら辺のバッティングね、打ち方なんかもね、まあ、西川選手らしいナイスバッティングでしたし、まあ、チャンスでもしっかりと点取れているということはね安心材料ですので、まあ、この短期決戦また西川選手のねバットから1本でも打点がね多く出ればチーム勝てると思うので、チャンスの強さといったところにね期待したいと思います。そして4番に入っていた堂林選手が25打数ぶりの安打ということで、まあ、これはサヨナラの起点となるツーベースになりました。堂林選手シーズンは21打数連続無安打で終了してしまいました。でこの試合も東投手にね全く合ってなくて、まあ、っすぐにもね、詰まるし、でチェンジアップに全く合わないというところで、まあ、インコースのまっすぐと、まあ、インスラであと外のチェンジアップ、これにね、やられて本当にノー感じでもうダメだなと思ってました。で9回はね、まあ、場面が場面だったので、まあ、しっかりとバントを決めて、で11回ですよ、先頭バッ
ターで迎えるとウェンデルケン投手の2球目の、ね、カーブ、これを打って左中間破るツーベース、2塁までよく走りましたし、2塁ベース、ね、ついた後ガッツポーズ出まして、もう久しぶりにね堂林選手のガッツポーズで、クライマックスシリーズの、ね、ガッツポーズといえばね、まあ、そよぎ選手を思い出すようなね本当に気持ちのこもった1本ヒットになりました。でこれで多分本人もねこの久しぶりのヒットというのは分かると思うので、まあ、楽になると思います、気持ち楽になると思いますので、また2戦目以降ね8月9月のいい状態でね打てるのかなと思います。もうこのヒットもね素晴らしい形で打てていましたので、今永投手とか相手にもねしっかりと打ってもらいたいと思いますので期待しましょう。で小園選手はねヒットはなかったんですが、まあ、守備で貢献したということで、まあ、5回ですね、まあ、先頭の関根選手、これねセンターに抜けようかというね、打球だったんですけども、しっかりと追いついて送球も素晴らしい球行きましてアウト、先頭を切れたというのは非常に大きかったと思います。で途中からサードの守備にも回ったんですけど、まあ、サードでもしっかりと無難にこなせたというところで、まあ、1試合でショートサードでね、しっかり守れているのはね立派なところです。でこの試合5番に入ったんですけど、まあ、チャンスで、回ったといったところで2回申告敬遠されてましたので、まあ、やっぱ小園選手が調子いいっていうのはね相手ベンチに分かってるのかなと思います。まあ、なのでまあヒットはねなかったんですけど、まあ、そういう風に状態はいいといったところは変わらず、で守備でも貢献できているのでね、まあ、早いところ1本ねこの短期決戦出ればいいのかなと思います。で8番デビッドソン選手ね落ち着いて2個のフォアボールを選んで得点につながるというところで、まあ、これね非常に地味に良かったと思いますね。本当にデビッドソン選手落ち着いてました。まあ、3回選んだ1塁で追い込まれたんですけども、そこからチェンジアップしっかり我慢してフォアボールを選んで、まあ、得点にはつながらずでしたが、まあ、チャンスメイクしたということがありました。そして追いついた8回の場面ね、ここも3ボール2ストライクからまっすぐ見送ってフォアボールで、まあ、これがダイソーの葉月選手になって同点のランナーになったということで、8番にいてねデビッドソン選手がしっかりとつなげるというのは大きいかなと思います。まあ、相手ピッチャーからしても8番にデビッドソン選手がいるのは嫌だと思うんですけど、まあ、そこでこういうねつないで上位に返すということができれば得点ね増えると思うので、まあ、早く一発ね久しぶりに見たいなといったところはあるんですけど、まあ、できることはしっかりやってくれるということね良かったと思います。では反省ポイントなんですけど、まあ、まずねチャンスで打てなかったということで、まあ、3回9回10回はワンアウト2塁から無得点ということで、まあ、ここら辺で点取れてばね、もうちょっと楽だったのかなと思うんですけど、まあ、この3、9、10で、ワンアウト2塁から点取れなかったのは非常に痛かったかなと思います。で特に気になったのがね甘い球もね見逃しているかなということでですね、まあ、こういったチャンスの場面で、まあ、甘い球がね初球とかに来るんですけど、まあ、それに手を出さずにで追い込まれてちょっと難しい変化球とかを打たさざるを得なくなってしまっているというバッターが多かったので、もっとね積極的にね打っていいと思います。こういうチャンスでしたら、まあ、シーズン中もね積極的に行く人多かったと思うので、まあ、特に9回ね松山選手とか坂倉選手ね初球ね甘いところに来てるんですけど、まあ、それ見送って、最後ちょっと厳しい球打たされたりというシーンも目立ちましたので、もうどんどん甘い球来たらね打ちに行くといったところをね、心がけてまた取り戻してもらいたいと思います。であとこれ反省ポイントではないんですけど、まあ、さっきも言ったんですけどね、まあ、小園選手と末金選手に早めに1本が欲しいというところで、まあ、この2人ね初めてのクライマックスシリーズというところになります。でもなかなかヒット出ないとねあさりの気持ちも生まれてくるのかなと思うので、まあ、2人とも早めにね1本出て気持ちが楽になって、まあ、シーズン通りのバッティングできればいいかと思います。8月9月の勝利といったところはねこの2人の貢献が本当に大きかったので、まあ、その時と同じようなバッティングをね早めにできるように頑張ってもらいたいと思います。先発の床田投手です。この試合5回と3分の1イニング投げて88球、被安打8、四球1つ、三振0個、失点2という内容でした。今日床田投手ですが、まあ、シーズンとは違って初回から全力投球ということで、まあ、シーズン中はですね、ランナーがいない場面とか、まあ、打線がね、頭とか回の時はそんなに力入れずにまっすぐとかも140キロ台前半で投げて、まあ、ピンチになってギア上げてね140キロ後半になったりっていう投球だったんですけども、この試合も初回からランナーいない場面でもね140キロ台後半投げていましたので、まあ、こういう短期決戦でしかも相手が東投手ということもあって先制点の重要性分かって、ギアを上げてね投げていたのかなと思います。
で、そんな中でも、ちょっと初回から3回はね、2アウトからランナーを出して波に乗れなかったというところで、ここら辺で三者凡退できていればね、どんどんいけていたと思うんですけど、3回までは2アウトからヒット打たれて、なかなかちょっと波には乗り切れていなかったかなという印象があります。で、特に太田選手ですね、苦手としているということで、対戦打率もね、あんまり良くない、あんまりというか、5割だって悪かったんですけど、その太田選手に今日もね、ヒット、打たれてますし、最後は、この太田選手のフォアボール、先頭打者出してしまって、宮崎選手のホームランになってしまったということで、ちょっとやっぱその相性というのはね、あるのかなと思いましたし、にしてもちょっとね、苦手にしすぎというか、打たれすぎでしたので、ちょっと気になるポイントではありました。で、ホームランね、宮崎選手に打たれたんですけど、あれはちょっと宮崎選手がうまいかなというところで、そんなにめちゃくちゃ甘いボールではなかったんですけど、宮崎選手がうまくね、肘を抜くみたいな形でね、スタンド運んでたので、あれはちょっとやられたら仕方ないかなと思ったので、その前にやっぱ、太田選手はフォアボールですね。逃げたわけではないと思うんですけど、ちょっとコントロール定まらずで、これがね、2点ツーランホームランになったので、ランナーいなかったらソロで済んでたんですけど、やっぱ無駄なランナーは出したらいけないというところがね、ちょっと今日は、あと一歩というところだったかと思います。とは言ってもね、援護がちょっとなくて、なかなか苦しい状態だったんですけど、そんな中、テンポよくパンパンと投げてもらってね、6回途中までしっかりと2失点でゲームは作っていましたので、まずまずの合格点かなとは思います。で、またファイナルでも進めばね、登板あると思うので、もうぜひそちらの方でね、イニングももうちょっと投げてもらって、失点もね、抑えるというね、シーズン中のピッチング見れたらいいのかなと思います。今日はちょっとね、空振りといったところもね、ツーシームでは奪えていたのは奪えていたんですけど、もうちょっと奪える球ではありますし、まっすぐがねヒット打たれるというところもありましたので、投げてるボール自体はね悪くないとは思ってたんですけど、若干ちょっとうまく打たれていた感があるので、そこら辺うまく変化球でねかわせればいいのかなと思いますし、カーブパームといった緩急が今日はねなかなか使えていませんでしたので、そこら辺しっかり取り戻して次回登板臨んでもらいたいと思います。続いて中継ぎまとめ、まずはこちらの3投手です。大道投手ですが、6回途中からランナー1塁という場面で登板しました。で、先頭の、山本選手、素晴らしいアウトローのまっすぐで見逃し三振で、関根選手にはヒット打たれたんですけど、東投手をしっかりと抑えて無失点でしのいだということでね、しっかりここ2点以上取られなかったといったところはゲームの中でも大きなポイントだったかと思います。で、7回の矢崎投手は、いい時のボールが戻ったかなというところで、1回のリフレッシュを挟んだ後のね中でもあんまりいい日と悪い日がはっきりしてボールが良くない時があったんですけど、この日はね非常に良かったです。フォークもねもうまっすぐもコントロールゾーンにコントロールされてましたし、球威あるねボールが行っていましたので、いい時に戻ってきてるのかなとあるので、この短期決戦ね矢崎投手にね期待したいと思っています。で、8回は島内投手というところで、今日はストレートがね本当に非常に良かったですね。もうキレキレというところで、牧選手にはねこのまっすぐで空振り三振、高めの釣り球で空振り三振を奪ったということで、ランナー出した後も最後山本選手を高めの釣り球まっすぐで三振ということで、それだけ球威があるということが分かったのね良かったと思います。しっかりとこの2週間近く休めていたというところかなと思いますし、チェンジアップもね空振り取れるボールになっていましたので、この短期決戦も島内投手心配いらないかなというふうにね踏んでいます。続いてこちらの3投手です。まず栗林投手ですが、9回、マウンド上がりまして、風な当たりで先頭を出したというところで、ファーストゴロっぽかったんですけど、堂林選手の、目にちょっと照明が入って取れず、セカンドへの内野安打になってしまいました。で、代打柴田選手に送られてワンアウト2塁というピンチだったんですけども、そこからねしっかりと2人を抑えたということで、まっすぐのね球威があったのが良かったと思います。このまっすぐでファール稼いで、ストライクをね1個もらってピッチャー有利に進められたというのが良かったと思います。中でも代打の大和選手に対しては初球2球とこのまっすぐでねファール詰まらせて追い込めたといったところがね最後のフォークでサードゴロに抑えられた要因かなと思いますので、このまっすぐの球威がいいというのはね短期決戦に向けて非常にいい内容かなと思います。で、フォークもねしっかりと、もうちょっと低めに落ちれば三振もね空振りも奪えるのかなと思うぐらいいいボールでしたので、栗林投手は本当に心配いらないかなというふうに思う内容でした。
で、10回から登板したのがね、栗投手、正直びっくりしました。今シーズンは全部先発だったので、まあ、今季に限れば初の中継ぎというところで、で、しかも相手もね、クリーンアップからというところだったんですけど、まあ、しっかりとね、まあ、ランナーは1人出したんですけど、無失点を抑えたということで、もさすがでしたね。で、さらに買いまたぎして、ツーアウトまで取ったということで、まあ、ここら辺もね、ロングリリーフの経験や、まあ、先発の影響といったところがね、あるのかなと思いますし、まあ、そういった経験をね、活かせて、しっかりと0点に抑えれたというのはね、良かったと思います。まあ、11回は先頭ツーベース打たれてどうなることかとは思ったんですけど、まあ、ワンアウト3塁からしっかりとね、内野フライ打たせて、まあ、その後、タリトシにバトンを渡すというピッチングできていたので、まあ、ここら辺もね、先発の経験値といったところを活かせているのかなと思います。で、最後ね、ターリ投手なんですけど、まあ、そういったツーアウト3塁の場面で登板して、まあ、バッターがね、左の林選手といったところだったので登板したんですけど、もう全球まっすぐで空振り三振といったところで、まっすぐね、非常に球威ありました。林選手も振り遅れていたので、まあ、それだけ走っていたということだと思うので、久しぶりのね、こちらも1軍マウンドだったんですけど、無失点に、まあ、1人ですけど、抑えられたというのはね、でかかったかなと思います。で、ベンチのね、積極的な継投策も実ったというところで、まあ、ここも一つ良かったと思います。まず6回ですが、床田投手、ホームランの後のヒットのところで、まあ、100球に行ってないんですけど、まあ、大道投手にスイッチしたということで、まあ、そういう風にホームラン打たれたり、ヒットがね、出始めたので、まあ、ちょっとボールの質が悪いとベンチ、おそらく判断して、まあ、100球行ってはいないんですけども、負けたらね、短決戦終わりなので、出し惜しみせずに大道投手出したと思います。で、逆に11回もね、栗投手がランナーピンチの、3塁のピンチ迎えて、で、ツアート3塁までね、たんですけど、そこでタリ投手に変えたというところで、まあ、ここも出し惜しみする必要ないので、もうしっかり左を抑えるという確率で見たらタリ投手が高いので、タリ投手を送るというようなね、積極采配ができて実っていましたので、まあ、非常に良かったのかなと思うので、まあ、短決戦向きの采配といったところをね、まあ、これからも期待したいと思ってます。最後に次の試合、クライマックスシリーズファーストステージ第2戦目、予告先発は森下投手と DeNA 今永投手となっています。森下投手ですが、8月以降が不調だったということで、まあ、前回も5回7安打3失点というまずまずの内容でした。8月より前はね、非常に安定したピッチング見せていたので、まあ、そこの調子をね、取り戻せたかというところにね、注目期待したいと思ってます。で、一方 DeNA の先発今永投手も、こちら8月以降不調で0勝というところになってます。で、カープ戦もね、後半戦はカープ打線あんまり苦戦してなくて、まあ、打ったりしていますので、まあ、そんなにね、驚異的な相手といったイメージはね、今のところはない状況です。で、対今永投手の試合は2連勝中というところで、まあ、松田と横浜でね、先発今永投手の試合あったんですけど、まあ、いずれも勝てているというところで、まあ、そこはカープファンにとっては明るい材料です。で、1本出た堂林選手に注目というところで、まあ、久しぶりにね、上でヒットが出て気持ちも楽になると思いますし、今永投手からは横浜スタジアムでホームラン2本打ってるという実績もあってね、相性はね、悪くないのかなと思いますのでね、スタメンで起用された際は期待したいと思ってます。で、最後2連勝でファイナルへ進もうというところで、まあ、やっぱ2試合でね、終わる方が中継ぎのね、消耗とかもね、少なく済みますので、まあ、しっかり初戦勝ったというところで、2戦目森下投手と今永投手ね、勝ってもらって、2連勝でファイナル行って、選手の疲れもあまり溜めずにね、で、先発もあんまり投げさせないと、すぐなんか4日とかで使うこともできるかなと思いますので、まあ、ファイナルを見据えた戦いはね、ちょっとまだ早いかもしれないんですけど、まあ、もう1連勝して、まあ、1回勝ってね、大手間は見えてきてますので、もう勝つ前提でそういったところもね、進めれるように2試合で勝負決めてほしいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。クライマックスシリーズファーストステージ初戦は見事カープの勝利となりました。このまま勢いに乗ってもらって第2戦目も勝利と言ってもらいましょう。このチャンネルの登録高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。